で好んで、まあ、そちらの方をくぐってください。で2つ目、まあ、最大のユーザーの回遊性を高めたいっていうような思いを持っている人はすごい多いと思うんですけど、そういう場合は、まあ、1つ目はレコメンドがいいと思います。まあ、ある例えばあるアイテムの、まあ、具体的な話しましょう。例えば Twitter のお気に入りのレコメンドみたいなデータがあった時に、ユーザー1さんは ABC が好きで、ユーザー2さんは ADG みたいなものが好きだよみたいなデータがあった時に、これを計算してあげて、自分が B と C と G が好きなんだよって言った時に、この中から似てそうな人を探してきて、似てるユーザーさんを教えてあげるみたいなことができると、まあ、これはハッピーですよねっていう感じです。でもこれが下の方に書いてある協調フィルタリングっていうものになっていて、まあ、今のこのデータの発言とユーザーっていうのを逆にしてあげると、この発言が好きなユーザーさんはこのユーザーさんみたいな感じで出てくるので、おすすめの発言を共有するみたいなこともできるようになります。まあ、なんか似た例として、似た例というかこれこういうのが使われている例として、ハテナブックマークの関連エントリーなどが挙げられます。なのでこの辺になんか PFI で書いてるんですけど、この辺からなんか上位に辿っていくと、今度これを実現するためにどういう技術が使われているかみたいなスライドも見つけられると思います。シーパーモジュールの中でこういうのが一番簡単に実現できそうなのは何かなとかっていうふうに探してみると、まあ、アルゴリズム内部ベースとかは割と簡単であると思いました。例えば、まあ、お昼にラーメンとステーキとチキンと中華っていうのを食べた人と、なんかお弁当とラーメンととんかつカレーピザ中華っていうのを食べた人がいて、今週ラーメンと中華を食べた人の一番近い人はどれかとかって探すと、どうやら一番上の人らしいとかっていうのが、まあ、分かったりする。もうこの数自体にはあまり意味がないんですけど、はい、まあ、というのが何かこう、何かこういうデータから、誰が、まあ、何を食べたっていうデータから誰が一番近いのかとかっていうのをお勧めしてあげるようなレコメントに使うような例だと思います。2つ目、まあ、あとはデータはあるけどだけど検索機能がついてないとかっていう場合があると思うんですけど、まあ、あんまり細かいことはありませんが、検索機能がついていないんだけどってサービスを抱えている人は問題がないんだったらとっとと公開した方がいいと思います。はい、単語 B と単語 B で、単語 B と単語 B って一緒にならないのっていうような悩みを抱えている人も結構いると思うんですけど、そういう場合は、まあ、正規化とかデータクレンジングとか悩ませとかっていう言葉で検索していくといろんな直し方とかっていうのが見つかると思います。実際にどういう場合に困るのかっていうと、発音は大体同じで意味もほぼ同じなんだけど、文字の見た目が違うとかっていう場合にそれらを同じにしたいっていうふうに困ることが多いです。はい、まあ、例えば電話番号っぽい数字があって、でなんかこう0123456789ってやると0120343456789みたいなのがあるので、これは同じ番号なのそもそも電話番号として使えるのかみたいなことを悩んでいるときに、例えばなんかシーパンにあるナンバーフォン JP みたいなのを使って、まあ、こういうものが電話番号として大丈夫なのかっていうのをチェックしてあげて、さらにそれを代表となる表記の方に束ねてあげるみたいなことをしてあげるってことをすれば、まあ、まとめられますねってことなんです。戦略としては信用して大丈夫かをチェックして代表表記を決めて代表表記に近づけるってことを自動化しようっていうのが、この悩みを解決するための手法になると思います。まあ、人手で直すこともできるんですけど、均質な作業を高速に人間は行えないので、人間が最強の能力を使ってルールを見出してそれを自動化するっていうのがいいと思います。そういうことが書いてあります。お願いします。4番目、まあ、さっきはレコメンドってことを言ったんですが、アンカーテキストをつけてあげるっていうのも、まあ、割と効きますね。ハテナさんとかでキーワードリンクついてますけど、こういうキーワードリンクが、まあ、素晴らしく効果があって儲かるってことは、まあ、いろいろ実証されていると思います。例えば C パンとかのモジュールとかだとテキストダーツみたいなものを使ってあげると、例えば事前に一緒にパール大丈夫 NLP やってシーンみたいなものを持っておいて、今日はやってシーンに NLP のことを話しに来たら大丈夫かみたいなものを処理してあげると、上みたいなものが出力されるんですね。でこういうふうにやってあげれば、アンカーリンクを作ってあげるのは簡単にできると思います。ここはあとはなんかこうユーザーが全てのアイテムを見てくれないっていうふうな悩みを持っているサービスも多いと思います。ものすごいたくさんの量を持っていて、ユーザーさんが検索で探しに来るのを上から10件か20件ぐらいで、残りの何千件とかって全然見られなくてかそってるみたいなものがあったら、そういうのは大体ランクの相当の結果のランク外の項目っていうのはランダムで、まあ、3位とか4位ぐらいのところに混ぜてあげるんですね。それでしばらく運用してクリックする量を貯めてあげて、それを前に落とします。そうすると、まあ、これは上の方に表示してあげてもよかったってことは、検索では引っかかんないんだけど人気はあるんだなみたいな感じで上手に混ぜてあげると精度が上がると
か、まあ、そういうのはどこで使われているかというと、検索エンジンの検索結果の向上とか、広告の精度の向上とかに使われています。あとは出力結果の順番が気に入らないとかって探り出す人も結構いるんですけど、それは相当の方法を変えればいいです。まあ、ユーザーに示すアイテムの相当数順序っていうのは利便性に直結しています。まあ、わかりますよね。で、どうやるのかっていうと、まあ、属性とか頻度とか、あとは確率ですね。なんか人気度とか人気の回数とかページビューとかだと、なんかこう、どれだけクリックされたかとか、どれだけ人が来たかとかで頻度がついちゃうんですけど、確率っていうふうにしてあげると、このページに来た人のうち何人がお気に入りに入れましたみたいな感じだと、まあ、来た人がたくさん多くても気に入った人が少なければそいつの確率は下がるので人気度は下がるみたいな計算もできたりすると思います。まあ、あとは機械学習技術で並び順を学習してあげるみたいなこともできます。ショッピングサイトの検索とかには、まあ価格とか、新着順とかそういうので相当することもついてますね。あとはクーパッドのプレミアサービスとかっていうのは人気順っていう独自の指標っていうのがあるらしくて、それで相当してあげるってことでお金をもらったりしています。あとは最近炎上したのとしては、食べログさんが iPhone 版の人気順相当を使えるような会員サービスを作ったんですけど、まあ、個人的にはなんかここで書いてあるその何にアクセスしたよっていうような方を有料化するべきだったんじゃないかなと思ったりはしています。ちなみになんか機械学習で授業を学習するときにはいろいろあるんですが、シーパーモジュールだとアルゴリズム SVM ライトっていうのがランキング SVM っていうのを使えて、それを予測方法とかっていうのは去年 JPRR とカレンダーとかで書いたので、まあ、それを見てください。でなんかさ、データとかもほんのりシンプルなデータですが、組成が増えると大変なことにはなるんですが、まあ、一応簡単に、そう簡単に順位の設定とかができると思います。7番の最後ですね。最後は文書分類とクラスタリングを知らなきゃいけないんですけど、すごい簡単に言うと、文書分類っていうのは欲しいカテゴリーごとに分類された文書データを用意しておいて、学習機に学習させてモデルファイルっていうのを作ります。でその結果、新しい、例えば僕の昨日のツイートみたいなものから単語を抽出したら、疲れた、中華、熱い、食欲みたいなものが取れて、それを学習モデルファイルを持っている学習機に組ませてあげたら、あんたが食べたいのカレーなんじゃないのみたいな感じにして、事前に学習されている文書とかから判定結果を出してくれるみたいなものが、まあ、文書分類ですね。そうすると、この昨日の自分のツイッターの発言とかっていうのはカレーっていうようなカテゴリーに分類できたりするですね。あとはなんかこう文書クラスタリングっていうのはこういうような学習とかはいらなくて、事前に文書集合を何個に分けるかとかっていうのを例えば考えておいて、それを、組成、まあ、何でもいいんですけど、例えばキーワードとかインテールとかそういうのを必要な基準とかで分けてあげて、でまとめるときに一番寄与した特徴とかでラベルをつけてあげると、分けたときに例えばこれはパール、これはルビーみたいにして分けたりすることができる。もちろ ん, なんか 分ける個数が最適でない場合があるので、C と PHP となんか PHP に似た言語っていうのがくっついちゃってる場合とかっていうのも当然あると思います。これさっきの終わってもう時間ですね。まあ、なので、まあ、クラスタリングとかっていうのも、必要だと思いますね。クラスタリング、データへのカテゴリーの付け方とかっていうのは分類かクラスタリングか辞書マッチということになったりします。シーパーモジュールとかはテキストバイオンとかさっき言ったモジュールとかがいいと思います。まとめとしては、それの処理はウェブサービスの盛り上げるスパイスです。キーワードを覚えて足りない機能を探していいものを作ってください。必要な機能がないんだったら、導入時の効果が高くて簡単なことからやるのがいいと思います。キーワードはこういうふうなキーワードなので、これらのキーワードを見て、うちのサイトについてるかなっていうのを見てあげるといいと思います。ということで、ご清聴ありがとうございました。